あいちゃんおはよう。あんおはよう。今日も天気になったな。天気になった。いや、やめんでいいから。なあ、天気になったな。今日も。はい。よし。ちょっと待って。チェーンが絡まった。抱っこな。チェーンが絡まるやん、チェーンがな。抱っこした。よいしょ。よいしょ。抱っこしたよ。落ち着いた。よしよし。抱っこがいいな。今日もな。ヘイマサオで栗畑行っていきます。はい。よし。朝方ちょっと寒いな。多分でも、日中は暖かくなるよ。じゃあ行っていきましょうかね。じゃあ行ってくるわ。あとはお昼寝しといてください。よいしょ。はい、カボス TV ゆうじです。今日も栗畑やってまいりました。晴天でございます。朝ね、ちょっと寒かったですけど、もうすぐ暖かくなりました。はい、今日は栗畑、またこの奥の方行くんですけど、ちょっとまた大変そうですね。前回おととし買った時はススキが結構ひどかったんですけど、今は笹がね、立ってきましたね。この上の海苔面もあるんですけど、まあ海苔面は見て見ぬふりをしましょう。ここに汗があって、もう一段奥、今日はここをやっていこうと思います。またヘイマさんの作業でございます。ただ単にぐるぐる回る動画ですけど、どうぞ最後までご視聴よろしくお願いいたします。よろしければチャンネル登録と高評価、グッドボタン、どうぞよろしくお願いします。では今日も一日頑張っていきましょう。はい、今日もここですね。あの奥をやります。で、この下もあるんですけどね、はい、まあ下が、この下も行けるようなら行きます。結構広いですね。はい、下に降りてきました。ここですね。で、ここです。こっちはですね、ちょっと逆光やな。うわ、これまた結構広いですね。こっちも竹が倒れてきてます。ここにアゼがあります。ここはちょっとヘイマサオいけないな。
はい、一番奥のところ終わりました。でもう一箇所やりましょう。もう一箇所は入り口入って、右手の方のところですね。あそこはちょっと地形がわからないんで、最初にチップ層で切った方がいいかもしれませんけど、まあ、ちょっと行ってみましょう。うわ、ここはちょっとヘイマソ行けないな。ここ入り口ですね。多分この辺から入っていくんでしょうけど、いやこりゃちょっと厳しいな。じゃ入り口だけでもチップ層で借りましょうか。はい、チップ層でちょっと借りましょう。ちょっと入り口側からこの糊面の上にこの補助があると思うんですけどね。こっちは入り口側です。でちょっとこう切って、この辺が入り口と思うんですよね。この辺が、でこの上が多分補助です。ちょっとこれをヘイマソウが入れるようにチップ層で借りましょう。
はい。いやきつかった。いやこれ木が生えてましたね。この奥ちょっと行こうかな。ちょっと休憩しましょう。はい、休憩しました。もうここをやっておしまいします。もう暑いです。まだ奥があるんですけど、ちょっとこれで一旦平麻草で刈りましょう。まあ今日はちょっとこれでおしまいしましょう。あとですね、中間だけ切っとこうかな。広い圃場とあそこの中間のとこだけ刈っときましょう。はい、終わりました。また最初の上のところから見ていきましょう。はい、あそこ綺麗に切れましたね。ちょっとフェンス沿いがかなり残ってます。フェンス沿いとこの糊面のところね。いやこれは一人ではきついな。あとまだここですね。ここちょっと見えにくいですけど、ここ残ってます。またやりましょう。こんな感じで終わりました。はい、今日の作業は終了します。めちゃ暑い。これは暑い。一気に暑くなりましたね。とりあえずちょっと今日はこれで終了したいと思います。また次回はですね、もう一つ残ってるところですね、ヘマサオで行こうと思います。あそこはね、手で刈った感じ非常にジュクジュクしてます。下が柔らかいので、ヘマサオもちょっと慎重に行かないと。はまったらね、ここを吸収しようがないっていうかね、はまらないようにちょっとやっていきましょう。ということで、まあ一旦今日はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。